こんにちは、コンボイファンクラブのお時間です。ケビンスのにぎです。お願いします。今日はね、山口コンボイ持ち込み企画ということなんですけども、あれ、あ、いました、あっちです。はい、うん、どういうやつやんの？うん、春が来たしさ、もう天気がいいから、もうみんなとそういうのを俺はやりたいんだよね。ついてから言えよ、お前。あ、ごめん。ついてから喋んねえと。あ、ごめんごめんごめん。向こうから開始じゃねえんだよ。あ、ごめん。喋り出すな。あ、ね、どういう企画ですか？やっぱり、うん、もう過ごしやすい季節になってきたから。野球場です。あ、うん、こうやってみんなで集まって。そう、今日はね、みんなとね、草野球の一日なんですよ。そうそうそう。芸人仲間とね。だからね、うん、いろんな人と、キャッチボールがしたいんだよねー。でかプレイボールぐらいでかいから。あ、プレイボールしちゃうだろ。でもね、いい、うん、ただのキャッチボールじゃない。何？俺が、うん、もうどんだけ大暴投しても、ああ、みんなが後ろに反らすぐらいの、もう思いっきりポーンって投げても、ああ、取りに行ってくれるか、ああ、それを確かめたい。なんでだよ。どんな遊びだよ。取ってこそのキャッチボールだろ。うん、愛嬌でどんだけいけるか、ああ、なるほどね、俺はあのメンバーで確かめたい。なるほどな。結構先輩も何人かいますから。そうそうそう、山口コンボイからしたらね。そうよ。すいません、うん、でやれるかどうかってことでしょ。そう、そのラインを確かめて、これから芸能界の荒波に揉まれに行きたい。なるほどね。じゃあ山口コンボイの愛嬌は通用するのか、そう、検証スタートです。行ってみよう。チョキピース。誰とキャッチボールしたい？ひわちゃん。ひわちゃんか。うん、優しいし。優しいから。ひわさん、ちょ、僕とキャッチボールしてくださいよ。イエイ。やろう。ちょっと軽く肩慣らしでいきましょう、お互い。はい、いいじゃん。はい、いいじゃん。肩温めて。はい、いいね。あ、いい球来てますよ。はい。木村さんのキャッチボール、こう穏やかな感じがしていいですね。まあ、いきますね。あ、すいません。あんなキャッチボールあるわけねえだろ。すいません。おい、あ、ちゃんとほら、トイレに行かないと。すいません、ヒカルさん。すいません。ちゃんと謝って。優しい。久々だから。優しい。でも最高だ。今日天気いいしな。最高ですよ、本当に。かわいそうだろ。感覚はちょっとまだつかめてないな。いけるこれ、謝罪で。これはもうちょっと愛嬌でいける。いけてる。すいません、本当。さすがに怒ってるか。どんまい、どんまい、どんまい。だいたい分かってきました。分かってきた。こうやってもう、もう、胸元に飛ばせればやっぱりいいですもん。うん、そのやめろ。すいません。違う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 。すいません、岩田さん。向こうの、やべ、やっちゃった。すいません、岩田さん。やっちゃったとかじゃねえから。すいません、本当。俺は怒られる。すごい距離走らしちゃったな。ちゃんと謝って。すいません。届いてるか？声。すいません、本当。向こうのクラウドに汚さないように帰ってきたいですね。そうですよ。すいません、岩田さん。なんで許すの？すいません、岩田さん。ほんと。すいません、岩田さん。変な音鳴っちゃった。喉の奥から出る細い呼吸が。変な音出ちゃった。いや、ほんと。すいません、岩田さん。あ、どんまいどんまい。チョキピース。許してるな。許してる。崎山くん、行こうか。オッケー。崎山さん、はい、キャッチボール使ってもらってもいいですか？ああ、ウォーミングアップ。はい。ちょっとウォーミングアップで。え、これ崎山が先輩？崎山さんが一個上の先輩。うん。うん。なるほどね。ここでしか会ってなかったのがやっぱライブで一緒になってすごい楽しかったよね。はい。いいね。言葉のキャッチボールも踏まえていい感じで温まってきましたね、肩。よし。
謝って。すいません。謝って。すいません。すいません、竹原さん。一番奥まで行った。いやー、すいません。謝った方がいい。すいません。すいません、本当に。ここぐらいまで、この走りの後ろから聞こえてくるのも大事だから。確かに。竹山さん、すいません。ちょっと待ってこっち来るまで分からんから。すいません、先山さん。なんか言ってる。なんか言ってんだけど。すいません、先山さん。険しい。険しい。あ、いいだ。やべ。すいません。走ってます。すいません、先山さん。あったまりすぎたと。はい、今日で行こう。いやー、すいません、竹山さん。はい、今日大丈夫。いやー、まずすいません。ちょっと慣れてないもんで、すいません、本当。お前も来いよって。やっちゃいました、すいません。いけるか。すいません、本当。強く投げた。すいません、間違えちゃって。すいません、竹山さん。もっと来いよ。あ、そっか。あ、いくらでも取らせに行きすぎですか。取らせに。おかしいや。なセカンドバックみたいなもんじゃないの。セカンドバックじゃないですか。グローブ。セカンドバックみたいなもんじゃない。おかしい。こう投げて。焦点がさ。いや、すいません、本当。合ってなかったよ。いや、本当勘弁してください、本当。すいません。いや、なんで笑ってんの。すいません、本当に。おかしい。いや、ちょっと。その加減がまだ、つかめてなくて。いや、最初できてたよ。はい、あの感じですね、やっぱ。そっか、あの感じ、わかりました。そうですよね。すいません、本当に。すいません。どういうこと、加減がわからんかったの。加減がわからなくて、ちょっと。あっちの方まで行っちゃいました。あんなとこまで行く。ちょっと加減わかんなくて。野球やってた。野球はやってないです。やってない。ああ、まあ、だから。はい、バスケで、やっぱ、こういう、すごくある。そんなないよ。バスケで、見たことないよ。こういう、陸上の走り幅跳びでも、やっぱり。ないよ。こういう、やっぱ、ないよ。あったほうがいい。ないよ。すいません、本当。すいません。増やせと。手がムカつくな。すいません、本当。怒られたね。いや、怒られちゃった。怒られちゃったね。うん。厳しいよな。いや、ちょっと厳しいな、竹山さん、やっぱり。こんなにニコニコして、愛嬌あるコンボにようん、そうだよ。なんかずっとブツブツ言ってたよ、竹山さん。ずっとブツブツ言ってた。参っちゃうよ、あんな。来いってやつだよ、竹山さん。来いじゃ最後、どうする？行かなそうな相手とかにするか、一番。あ、なるほどね。肥満とかでいいか。あ、肥満ちゃんいいね。足を動かされるのが一番嫌うから。そんな言っても行けんのか。ごめん、肥満ちゃん、ごめん。そうだね。で、行けたらもう本物よ。本物だね。山口コンボイの愛嬌は。言っても肥満ちゃんとはもう相当ライブも一緒だったし、お家でも何回も遊んでるし。そうだね。そう。仲いいもんな。そう。絶対大丈夫だと思うわ。うん。じゃあ行きましょう。行ってみよう。もうすぐ終わり。ジャイアンツの可愛いな。ジャイアンツの大鶴ひまわさんがいらっしゃるので等身大マスコットね。リアルマスコットひまわちゃん、おはよう。ちょっとさ、はい、肩ならしキャッチボールしよう。あ、やりましょう。やっぱいいね、背番号180。180キロだからね。180キロだから。ひまわちゃんもでもね、草野球別のところでやってるから上手いもんね、結構ね。まあ、初心者ではありますね。あ、そっか。草野球経験ないんで。草野球のみ、ほら、いいとこ来るわ。草野球のみでね、やってるわけです。あ、ごめんごめん、ひまちゃん。ごめんごめん、ひまちゃん。ごめんごめん、ちょっと加減が分かんないです、ごめん。あ、でも、あ、ボールないですか、もう。え、うん、え、うん、ないな。 あれ、俺持ってきた、一個。じゃあ、プシュールっすね。終了。はい、あそこにボールあるからさ、ひまちゃん、ちょっとよかったら、はい。なんですか、取りに行ってもらってさ。なんですか、取りに行ってもらって。あんだけ強く投げれるんだったらもうアップできてますよ。あんだけ強く投げれたらもう十分ですよ。いや、ごめん、ひまちゃん、ちょっとごめん。愛嬌です。ごめんね、本当に。あれ、ごめん、ひまちゃんが向かってさ、投げたのにさ、暴投しちゃって。ごめん、マジで。あ、そうなんですよ。ごめん、しょうがないですよ、暴投。いや、ごめんね、マジで。で、取りに行ってもらって。なんですか、ひまちゃんに向かって投げたの。ごめん、マジで。いや、ごめん。
ごめんね。ダメか。ごめんね。後味が悪いって。あれが本当にごめんね。急いで。急いで。ごめん。チョキピース。